どうも、浪曲師の玉川大輔でございます。今月8月の27日に2回目となります、水戸の宮城寄席さんに昼夜でまた独演会でお邪魔いたします。キャパ40ぐらいで、もちろん生声生音三味線でございますんでね、今生音の会場って結構貴重になってきてるんで、こう間近なところでね、迫力を感じていただける会になってございます。3席ずつでもちろん演目も変えますんで、昼夜お楽しみいただくのも結構ですし、地元の方ね、近隣の方もちろんなんですけど、ちょっと水戸まで小旅行なんてのもね、東京の方からでもいいんじゃなかろうかと思いますんで、ぜひぜひご予定いただけたら幸いでございます。8月27日、宮城寄席でお待ちしてます。